は三陽さんレジデンス市ヶ谷にやってきました。では早速ご案内します。メールボックス、宅配ボックスです。シューズボックスです。お手洗いです。こちらに収納もあります。独立洗面台です。バスルームです。浴室乾燥と追い炊きがついています。冷蔵庫置き場です。こちらからも水回りへの出入りが可能です。
場です。でも洗濯物が干せます。北東向きの4階のお部屋です。最後までご視聴ありがとうございます。市ヶ谷いかがでしたでしょうか。2024年7月竣工の新築マンションです。ペットシートのご相談も可能です。お問い合わせはアクセルファーム千代田麹町店までお待ちしております。本日のご紹介は小野桃子でした。